いや初戦お疲れ様でした。で、まあ、プロ昇格第1戦目、はい、まあ、4位という結果でしたが、まあ、昇格1戦目振り返って自分ではこうどのように評価されてますでしょうか。いや体力不足がからさまに出ましたね。はい、ライブレース中盤から疲れが出ちゃったと。そうですね、疲れが出たっていうのと、あと足回りを詰めてなかったっていう、まあ、ポンプ周り関係なんですけど、でやっぱどうしても走ってると、まあ、ハンドル握ってても戻されていくような感じだったんで、あれでどうしても腕の体力が落ちてきちゃうんですよね。まあ、その辺は今回改良してきたんで、なんとかいけると思います。本当に初戦もう3位で、はい、まあ、そのまま田中さん行くんじゃないかなと思ったんですけど、はい、まあ、最後の最後で、まあ、最終周伊沢愛選手にこう抜かれてしまったという結果だったんですが、そのあたり、まあ、どの辺にこう原因があったのか、自分の中ではどのようにこう、なんかごめんなさい、この質問があるです。最後抜かれてしまいましたが、そのあたり実際何があったんでしょうか。まあ、伊沢愛さんに見せ場を作ったようなもんですね。完全に。あと生駒さんの見せ場ですね。あえて、はい、いや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 、そんな変なこと言えないですから、ね、まあ、体力不足です本当に。もう最後の最後ちょっと疲れが出ちゃってあそこは抜かれちゃったかなという感じですかね。そうですね、もう力が入らなかったですね。わかりました、ありがとうございます。でのまあ、スキークラス、ランナーバウト、まあ、いくつか後クラスがある中で、まあ、プロのランナーバウト、まあ、ランナーバウトを選んで出場されている理由っていうのが特にあれば教えてもらえますか。理由はもう昔からずっとランナーばっかなので、もう16歳からずっと乗ってますんで、まあ、そのまま引き続きずっとランナーが好きで、まあ、相手は立ち乗りが乗れないっていうだけなんですけど、でもね、家庭ではやっぱスポーツも乗ってたこともあるし、まあ、最終的にはやっぱランナーで、はい、特にもうスキーへの参戦とかっていうのは今後もなさそうですね。まず 100% ないですね。ありがとうございます。あと、レース前日とかにこう必ず行う験担ぎみたいなものとかってありますか。いや、レース前日とは言わないんですけど、イメトレですね、ほぼこれ表彰台でこうインタビュー受けてるイメトレをしますね、ずっと。いいですね。そこをイメージしてレース臨むと。そうですね。あと1位でチェッカーを受けた時のガッツポーズの仕方ですね、あれをいつもイメトレしてますわ。今回もそれはきっちりイメージされて。もちろんですね。じゃあ、今回のですね、まあ、レースにかける意気込みを一言カメラに向かってお願いできますか。今回とりあえず表彰台に頑張って登りたいと思います。よろしくお願いします。期待してますので頑張ってください。はい、どうもありがとうございます。どうも